アンヌールモスクの外観アンヌールモスク新潟は日本の新潟県新潟市西区にあるモスク。なお、2015年現在、新潟市内にはこの他に2002年に北区に設立された新潟モスクがある。新潟在住ムスリムのグループ、アンヌールの695年、バングラデシュ出身の留学生によって結成されたアンヌールというムスリムグループがその母体である。 当時は新潟大学近くに借りたい室で礼拝を行っていた。学生や一般のムスリムが増加したことから2006年に専用の建物を持つことが決められ、ムスリムなどからの寄付により2009年にモスクが完成した。2011年に宗教法人の認定を受けている。出身国ではマレーシア、バングラデシュの順で留学生や研究者が多いとされる。 アラビア語は、看板に記載されている表記に基づく。新潟に相当するは、エジプト式の転写だが、他にやなどとも表記しうる。ABCD ニアレターボリューム5新潟県、国際交流協会 ABC モスクの歴史、アンヌールモスク新潟。ありがとうございます。